皆さんこんにちは。テニスソウル管理人のマックです。このチャンネルでは選手または個人にフォーカスを当てて、歴史やエピソード、印象的なプレーについて解説、ランキング形式でご紹介していきたいと思います。いきなりですが、ライバル関係な選手といえば皆さんは誰を思い浮かべますか？ここ最近はフェデラー、ナダル、ジョコビッチといった歴代最強クラスの選手をはじめ、メドベージェフ、チチパスなどの若手の台頭も目立ちます。さらには錦織を筆頭にヤングガンズもまだまだ頑張っていますね。今回の動画ではそんな現役選手の中からライバル関係な選手を7組ピックアップしました。かなり層が厚い現在の男子テニス界、どんなライバル関係があるのでしょうか。それでは始めましょう。ようこそ逆さまの世界へ。まずは1組目、ティエムとズベレフ。彼らは過去11度対戦しており、対戦成績はティエムから見て8勝3敗。この2人の対戦で特に印象に残っている試合は、2020年の全米オープン決勝戦。最初の2セットをズベレフが先取しますが、そこからティエムが3セットを連取してグランドスラム初優勝を成し遂げました。直近の対戦は2021年のマドリードオープン準決勝で、この時はズベレフが勝利を収めています。現在はティエムが勝ち越しているものの、ここ最近の彼はやや不調で、反対にズベレフは調子がいいため、今後対戦成績はイーブンに近づくのではないでしょうか。2組目はメドベージェフとチチパスです。この2人はこれまで7回の対戦があり、対戦成績はメドベージェフから見て6勝1敗となっています。直近の対戦は2021年の全豪オープン準決勝。この時はメドベージェフがストレート勝利を収め、決勝進出を果たしました。唯一チチパスが勝利したのは2019年の ATP ファイナルズラウンドロビン。本動画の作成時点でメドベージェフとチチパスは全仏オープン準々決勝での対戦が決まっていますので、その勝敗も楽しみなところです。彼らは過去の対戦でいざこざがあり、少し悪そうな感じも魅力の一つです。3組目は錦織圭とチリッチ。錦織とチリッチの通算対戦成績は錦織から見て9勝6敗。2018年の全米オープン準々決勝ではフルセットまでもつれる激戦となったものの、ファイナルセットで錦織がチリッチの高速サーブをことごとく返球し勝利を収めました。しかし最も記録に残っている対戦は2014年全米オープン決勝。錦織のグランドスラム初制覇がかかった対戦で、絶好調のチリッチが降臨してしまい、錦織はストレートで敗れてしまいました。ここ最近は対戦がありませんが、久しぶりにビッグサーブ対スーパーリターンの対決を見てみたいですね。4組目、錦織圭とラオニッチ。2人の対戦成績は錦織から見て5勝2敗となっており、錦織がリードしています。2012年と2014年のジャパンオープンでは決勝で錦織とラオニッチが戦っており、2回とも錦織が勝利して優勝を収めました。このジャパンオープン決勝の印象が強いせいか、何度も対戦していると思える彼らですが、公式戦ではまだ7回しか戦っていないのが意外ですよね。サーブを武器にするラオニッチとリターンを得意とする錦織、年齢も1歳差で理想的なライバル関係だと思います。チリッチと同じく錦織はラオニッチともしばらく対戦がありません。ヤングガンズ対決はいつ見られるでしょうか。次に5組目はジョコビッチとマレーです。ジュニア時代からのライバルだったこの2人、ツアーでは2006年が初対戦で、これまでの対戦成績はジョコビッチから見て25勝11敗。これまで36回も対戦しているのは驚きです。一時期どの大会を見ても決勝はジョコビッチとマレーということがあったので、まあ納得ですが、生年月日がたったの1週間違いでプレースタイルも似ているこの2人、今でも一緒に練習するなど切磋琢磨しているようです。マレーの怪我の後からしばらく対戦がありませんが、再びライバル対決が見られる日を心待ちにしましょう。そして6組目はナダルとジョコビッチ。この2人の対戦成績はほぼ互角。これまでに57回対戦しており、
対戦成績はジョコビッチから見て29勝28敗。2人の対戦成績をサーフェス別で見るとハードコートでジョコビッチが大きく勝ち越しており、この対戦回数の多さと互角の勝敗、両者の対戦成績だけを見ればナンバーワンのライバル関係と言えるのではないでしょうか。最後の7組目はお待たせしました、フェデラーとナダル。数字ではナダルとジョコビッチもすごいですが、これまでのフェデナダの歴史を見るとテニス界最高のライバル関係はフェデラーとナダルでしょう。初対戦はまだナダルが17歳だった2004年、それから現在まで40回対戦しており、通算対戦成績はナダルから見て24勝16敗。プレーコートの勝敗で14勝2敗と突き放したナダルが勝ち越しています。この2人が最後にグランドスラムの決勝で対戦したのは2017年の全豪オープン。グランドスラム決勝での対決は2011年の全仏以来のことでした。この試合ではフルセットの末にフェデラーが勝利を収め優勝。数年ぶりのグランドスラム決勝対決ということもあり、涙なしでは見られない素晴らしい試合でした。年齢は少し離れていてプレースタイルも異なる2人ですが、とても仲良しでライバルとしても友人としても素晴らしい関係を築いているようです。いかがでしたか？試合を観戦する際は選手同士のライバル関係を頭に入れておくとより一層楽しむことができると思います。今回紹介できなかった組み合わせで皆さんが考えるライバル関係な選手がいましたらコメントしていただけると幸いです。また対戦成績などの数字は本動画の作成時点のものとなっていますので、その点はご了承ください。今後もこのような動画を投稿していきますので、この動画が良かったらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。上に立つ者は下の者の気持ちは汲んでも顔色は伺ったらあかん。